い、皆さんこんにちは、どうもヒロです。今回はロードスターのマフラー交換をやっていきたいと思います。はい、ということで、ロードスター乗り始めて合計で約7年ほど経ちますが、ついに初めてマフラーを新品で購入いたしました。で、早速なんですが、今回購入したマフラーはですね、大阪にあるロードスターショップのカーズさんのところでですね、新しく発売されたマフラーになります。販売の予約がね、始まってすぐに注文させていただきまして、初期ロットで購入させていただきました。で、今回ですね、どうしてまあカーズさんのところのマフラーをですね、購入したかという理由が、まあ、いくつかあるんですけども、先にそのうちの一つの理由をですね、ちょっとお話ししたいんですが、実は今僕が乗っている赤いロードスターなんですけれども、あのロードスターをですね、購入した際に納車するにあたっての整備をですね、カーズさんのところでやっていただいておりまして、まあそれもあってですね、カーズさんがね、今回新しいマフラーを出すというのを知って、おかげさまで今ね、こうやってすごく楽しくロードスターでね、まあサーキット走行であったりを楽しめているので、お世話になっているということもあって、今回ねカーズさんのマフラーを選ばさせていただきました。で、この他の理由もですね、ちょっといろいろあるんですけども、まずはちょっと開けたいなと思います。実はまだ届いて箱を開封しておりませんので、ちょっと早く見たくてしょうがないので開けていきたいと思います。では開封していきます。車乗るようになってね、もう 7,8 年経ちますが、初めて新品のマフラーをこうやって買うので、新しいマフラーをね、買ってこう開封するのってこんなに楽しみなんだなって、ちょっと今更ながら思っております。来ました、いい感じです。よし、多分これを取ったらドンといますね。オープン。おほほ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 ほ、来たー、やべー、綺麗。おほほほほほほ。かっこいい、かっこいい。ちょっとせっかくなので、出口側だけでもちょっと袋から出してみたいと思います。はい、ということで、こちらが今回購入したカーズさんのマフラーになります。かっこよすぎる。今映ってないんですけども、中間パイプはストレート構造になっていて、まあ、結構後ろのこの太鼓は大きめかなと思います。で、これレゾネーターって呼ばれるんでしょうか、あの別のね太鼓みたいなやつもついてて、結構まあ特徴的な形してるかなとは思うんですけれども、まあ、多分バンパーに隠れちゃうと思うので、下から覗かないとね、もしかしたら見えないかもしれないんですけども、そしてなんといってもこの出口、結構車外マフラーっていうとね、いろんな形があって、まあ砲弾マフラーとかなんか斜めとかいろいろあると思うんですけども、僕はですね、まあ自分のロードスターのね、まあ見た目の作り方もあるんですが、こういうタイプがすごく好きで、普通にこうね、さりげなく出てる感じがすごく好きなので、これがね嬉しい。絶対かっこいい、つけたら超楽しみすぎます。で、今回ですね、僕が、このマフラーを選んだ理由のもう一つなんですけれども、このマフラーですね、まあ細かい仕様というか詳細に関してはカーズさんのブログの方で紹介されていますので、概要欄に貼っておきます。ぜひあの気になる方は見ていただきたいんですけれども、このマフラーの径がですね、オール60パイでできているんですね。そこが、僕がマフラーをね新しく交換するにあたって一番狙ってたポイントで、もともと僕のロードスターはですね、マフラーがですねすごい太いのがついてたんですね。で、音もかなり爆音で、まあ、ずっと変えたいなと思ってて、今別のマフラーをですね、まあ、つなぎとして使っているんですけれども、一番最初納車した時についてたマフラーが、出口は砲弾マフラーのなんかすっごい太いのだったんですけれども、中間パイプとかのところが60パイになっていました。で、そのマフラーがついた状態で、まあ、ECU のセッティングとかを、していただいてるんですけれども、で、現状今ついているマフラーがですね、48パイしかなくて、かなり細くなってしまったので、ここ1年ぐらい経つんですけれども、ずっとその細いマフラーで、まあ、走ってました。なので、パワーもね、間違いなく元よりも落ちてる状態じゃないかなと思うんですけれども、特に ECU のセッティングとかはね、触らずに乗ってきておりました。で、今回のこのカーズさんのマフラーがですね、またオール60パイということで、まあ、マフラーの径が元の、ね、状態にほぼ戻ると思うんですね。だから出口の形状とかがまた違うの で、あとはまあマフラー自体 その取り回しとかによっても、そのパワーの出方とかトルクの出方っていうのはもしかしたら違うかもしれないので、今の ECU のセッティングと
このマフラーでのセッティングだと、もしかしたらまた違うところが出てくるかもしれないんですけれども、特に僕のロードスターの場合はエンジンとかもねチューニングしてある車なので、やっぱり太いマフラーの方がね間違いなくいいと思うので、今回ねこのオール60パイっていうところがですね一番惹かれて迷うことなく購入をさせていただきました。なので、今回これつけることによって、まあ、もちろん見た目も変わって楽しみですし、走ってみてどれぐらいね、まあ、今ついている48パイの細いマフラーからこのマフラーに変わって変わるのかがですねすごく楽しみです。でもう一つ最後の理由なんですけれども、このマフラーですね音量が結構控えめということで、そこがですね僕にとってはかなりでかいポイントでございます。オール60パイで抜けの効率も良くて、さらに音も静かであればもうそれほどいいマフラーはないなと僕的には思っていて、今回のねこのマフラーではねそれが叶うと思うので、ちょっとね早くつけて音も気になりますし、運転した感じのフィーリングも気になりますし、初めての新品マフラーにすごくワクワクしております。ということで、まあ僕のねあの完全なまあ感覚的な感想とかになってしまうんですけれども、このカーズさんのマフラーを取り付けしてですねインプレッション的なことをやってみたいと思います。で早速この後ですね、このマフラーを車に取り付けするんですけれども、まあ、マフラー交換の作業に関してはですねたくさんの方がやってますし、民からとか、まあ、YouTube でもねたくさん紹介されてると思うので、今回この交換作業に関しては特に詳しいことは触れずにもうささっと交換しちゃって、まずは音がどんな感じか、アイドリングであったりとか、まあ、空ぶかしはちょっとねできる場所が限られちゃうので、まあ、できれば空ぶかしでどんな音が鳴るのか、それから走ってみてどんな感じのねフィーリングになるのか、そしてサーキットに行く予定もあるので、サーキットでね全開走行してる時はどんな感じのフィーリングなのか、あと全開走行の時の音も、まあ、いつものね車載の動画であったりとか、あとは外からの動画もね含めてどんな感じの音が鳴るのかっていうのもですね見ていきたいなと思います。で今更ではありますが、内容ごとに飛べるようにですね概要欄に目次をつけておきますので、ぜひそちらも活用してみてください。ということで早速マフラーの方取り付けやっていきたいと思います。はい、ということで今ですね外し終わりまして、並べてみました。浜松にあるですねアイスタイリングっていうショップと HKS のコラボのマフラーですねを使ってました。ただこれがまあ音量もねかなり抑えることができて、まあ、デザインもこうやってシンプルな一本出しですごく良かったんですけども、やっぱり48パイっていう細さがちょっと気になっていたところで、特に僕の車の場合はちょっとパワーも上がってるのでちょっと細すぎるんじゃないかなということで、まあ1年間ですねそんな中でも全然サーキットで楽しく走ることができておりました。そして今回のマフラーがこちら。いやー、まじ外で見るとかっこよすぎますね。そしてマフラーの出口は逆に今までのやつよりも若干細くなりますね。いや、これはさらに楽しみですね。ちなみに中間パイプはこんな感じです。こっちも、まあ、ちょっと見た目じゃわかんないですが60パイで、まあ、こうやって見比べると太いかなっていう感じしますね。いやー楽しみ。じゃあサクッと取り付けしたいと思います。はい、ということで無事取り付けが終わりました。取り付けに関してはですねカーズさんの方から詳しいやり方をですね教えていただいていたので簡単につけることができました。この角度ちょっと下から見た時にパイプではなくてその手前のレゾネーターが多いです。で出口もですね以前つけていたやつに比べてまたさらに細くなってですね、かっこいい、めっちゃかっこいい。横から見るとこんな感じ、めっちゃいい。ちょっとバンパーが汚いいやーこれは超楽しみ。では早速ちょっと今風が強いので風の音とか入っちゃうかもしれないんですけども、エンジンをかけて一発目の始動音を聞いていきたいと思います。よし、ではかけたいと思います。いいよ。
しでは早速行ってみたいと思います。とは言っても街中なのでね。ちょっと違ういい音がしてるかも。今窓も全閉で完全に閉め切ってるのであんまり音が入ってこないんですけど、であとは四スロなのでどうしても前からの音の方が入りやすかったりするんですよ、窓閉め切ってると。なのであんまりちょっとマフラーの音っていうのが完全に入ってこないんですが、でもそれぐらい音は静かそうです。あ、でも違う音がする。音量は全然控えめで僕的にはもうバッチグーな感じです。ちょっと音質が違うかも。以前つけてたマフラーよりも若干なんかこう音域が高い感じがします。楽しみですけど、なんかやっぱ車のフィーリング変わりますね。なんだろう、なんかこううまく表せられないんですけど、なんか同じようにアクセル踏んでても違う感じがする。さすがに48パイと60パイじゃ違うんだろうな。全然回してないんで正しいかどうかは別としてですが、なんとなく違うような感じがします。ちょっともう窓開けましょうか、暑いし。ジェントルな感じがします。いいぞ。これはあの街中をこう普通に走ってて悪目立ちしなさそうな音がします。あ、いい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 。あ、いい。この状態であの前からの吸気の音と排気の音がすごくなんかマッチしてる感じがする。どっちもあの消えてないというか、なんだろう、全然違うな。音量は全然変わってないというか控えめで、その前のマフラーと変わらない感じなんですけど、なんかすごい今4000回転ぐらいで坂道をゆっくり登ってるんですけど、なんだろう、あの感じすごいなんかハモってるみたいな。なんかそういう感じに聞こえました。めっちゃいい。で今別で、後ろのナンバーのあたりにマイクをつけてそっちでも音を取ってるので、ちょっと綺麗に撮れてるか分かんないんですけども、そっちだとどんな音が鳴ってるのかぜひちょっと聞いてみてください。エンジンがね、いろいろやってある車の割には全然音量がね抑えられてるので、
街中を走ってても嫌な目で見られなさそうですし、悪目立ちしなさそうで、僕にはすごく嬉しいサウンドしております。そもそも音の質もなんかまだ全然回してないですけど、そんな中でもすごくいいですし、やばいかもで、まあなんとなくこう乗ってる感じのアクセルのこのなんだろう、回転の吹け上がりというか、もうまあ若干違うような感じもします。さすがに48から60パイで変わってると思うので、まあ、あとは ECU のセッティングとの相性があると思うので、バッチリ決まってるかっていうとね、このマフラーで撮ったわけではないので合ってないところもあるかもしれないんですけど、今のところはすごくいい感じです。ではこの後ですね、サーキットに行く予定もございまして、そっちでもいつも通り動画を撮ります。なので、いつも通りのサーキットの車載動画の中で、まあ、ちょっとマフラーの話もできたら、それをちょっとピックアップして動画としたいなと思います。あとはサーキットでね、全開で走ってる時の外からの音っていうのもちょっと撮れたら撮りたいと思ってるので、それもぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思います。これはサーキットが超楽しみです。ということでスポーツランド山梨走ってきました。まあ、今回はねちょっとドリフトになるので、グリップと違ってこうしっかりとした比較みたいなのがちょっと難しいんですけれども、まあ、僕がね実際にサーキットを走って感じたことをちょっとお話しできたらなと思います。まずですね、全開走行で、まあ、空ぶかしではなくて全開で走り抜ける時の音はですね最高ですね。どうしてもサーキット行くと結構音量でかい車が多いので、その中で行くと結構音は控えめで、やっぱまあ自分で運転してると前にすごい車がいたりすると全然かき消されちゃうんですけども、まあ、そこに関してはむしろ僕が狙っていたところで街乗りが一番多くなるので、まあ、そういった街乗りで音量がね控えめで走りやすいっていうところは僕の中ですごくいいところなので、まあ、サーキットで音がね他の車に比べると小さいっていうのはむしろそれは全然いいんですけれども、1台で走ってる時にね、まあ、外から動画もちょっと撮っていただいたので、それを後から聞いてみたんですけど、最高だなと思いました。まあ、音のね好みは人それぞれあると思うんですけども、まあ、少なくとも僕の中ではもう最高な音だなというふうに感じました。で、まあ、あとは走りの面なんですけれども、まあ、これサーキットに限らずちょっと街中を、まあ、サーキットの道中とかでも少し感じたんですけど、なんかグリッピングの時の吹け上がりの軽さが間違いなく上がったなっていうふうに思います。まあ、以前が48パイだったので、そこから60パイに変わって、まあ、大げさに言うとこうブリッピングでボンボンってこうシフトダウンするときに、このボンって踏んだ時の回転の上がりが、まあもしかしたらその僕の踏みが足りないっていうのもあるかもしれないんですけども、なんかこうブボンブボンみたいな、こうポンっていうアクセルの踏みに対してなんか回転の上がりが遅いというか、なんかついてこないなって思ってたところというか、まあそういうもんだと思ってたぐらいだったんですけど、これに変えてから同じようにブリッピングでこうアクセルボンボンって踏んだ時に、
すごいなんか軽いんですよね。なんかバンボンっていうアクセルをボンって踏んだ量に対して、その分なんか思ってた通りにこうバンボンって回転が上がってきて、でまあそれでシフトダウンができて、なんかすごいなんか回転が合うというか、間違いなく同じように踏んでるはずなんですけれども、そんな中でもなんかすごい綺麗に回転が上がって、まあ吹け上がりがいいというかっていう感じはするので、やっぱりマフラーのパイ数が変わってそこがすごく良くなってるのかなというふうに思います。であとはですね、マフラーがやっぱり細いのから太いのに変わると、なんかこうトルクが落ちるんじゃないかっていうイメージがあるんですけれども、今回走ったサーキットが、まあ、スポーツランド山梨で、あそこは結構、まあ、ドリフトの場合なんですけども2速メインで走るので、結構低回転から高回転まで、まあ、2速のままで、使うんですけれども、まず低速に関しては結構きついコーナーヘアピンみたいなところもあるので、そこで2速で結構回転落ちるんですけれども、別にトルクが落ちてなんかこううわきついっていう感じは全くなくて、全然低速でも十分、まあ今までと変わらないというか、全くこうパワー感がないな、トルク感がないなっていうのは感じなかったですし、逆に高回転まで結構8000ぐらいまでブワーってこう回してるところもあるんですけど、そういうところはむしろなんか以前だったらこうグリップも戻っちゃうかなっていう浅い角度で、まあ8000回転ぐらいで回ってる時でもなんかまだ余裕がありそうな感じをするんですよね。でスポーツランド山梨は結構何回かもう走ってて、自分の中でその走り方っていうのがなんとなくこう決まってきてるので、まあ、同じように今回もマフラーを変えてから走った感じでも以前よりもそのなんか高回転でのパワーがあるのかなっていう、この8000回転ぐらいでブーンブーンってやってる時の浅い角度でもグリップ戻らずにそのままケツが流れた状態でいけるところがあって、あなんかやっぱり違うのかなっていうのは感じました。であとはまあ最終コーナーの立ち上がりとかも2速で全開で立ち上がっていくんですけど、なんか違うんですよまず横を滑るのかみたいな感じもあったりとか、そっから1コーナーにかけてずっと登ってるんですけども、なんかいいんですよねやっぱドリフトなのでどうしても感覚的なところばっかりになってしまうので、そのグリップみたいにね、こうタイムが何秒縮んだとか、最高速がどんだけ伸びたっていうのがね、ちょっと今回比較できないので少し分かりづらいかもしれないんですけども、まあ乗ってみてる感じと、まあ慣れたコースとっていうところで比較した感じはなんかすごくいい風に感じるので、間違いなくね今回マフラーしか交換してないですし、まあ、タイヤが多少なりともね全く同じ条件ではないにしても、なんかこのマフラーを変えたことによるこうパワーアップというかトルクの変化というかのはすごくいい方向で、感じることができました。でやっぱり僕個人的にはね、このデザインがやっぱりいいですねで今回結構横から見た時のこの出口のこの出方もですね、結構長いので、出口のこのパイプがバンパーから結構見えるので、それがまたかっこいいなっていう風に思いました。写真撮ってもらった時のね、こう横向いてる姿とかも結構これが目立ってるので、ちょっとそこが僕的には嬉しいポイントかなと思います。はい、ということで今回はカーズさんのマフラーを取り付けして、まあ街乗りと頭サーキットとちょっと走ってみた感じの感想を僕なりにお話ししてみました。今回本当に、ね、初めてマフラーを新品で購入したんですけれども、こんなにマフラー交換ってワクワクするのかっていうのをなんかこう今になって初めて感じることができましたし、またこれからもですね、今まで通り、まあ、いろんな走行会とか、まあ、サーキットとか行く予定なので、まあ、このマフラーに変えて、以前走った時はこうだったけどこのマフラーに変えてからこうなったっていうのがね、またこれからもどんどん感じることができていくと思うので、それを思うとねすごく楽しみです。またその都度車載動画だったりを YouTube に投稿していきますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ということでカーズさんのマフラーすごくいいので、気になった方は概要欄の方にカーズさんのアメブロのリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。最高。